皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋のサクでございます。 GT7 の時間です。ということで、今日もグランツリスモ7で新しい車を購入ではなくて、持っている車を魔改造してエンジン音を聞いて走って楽しみたいと思います。そう、その車こそ前回のアップデートで追加されたこのランエボ、究極のランエボでしたよね。今日はこの車どこまで魔改造できるのかをやってみたいと思います。なるべくこの BBS のホイールなどは変えたくないんですけども、内燃機関や足回り、変えれるところは全て変えて、予算は無限大のカスタムやっていきたいと思います。そして甲高いエンジン音になるんでしょうかね。一体何の車のエンジン詰めるのか分かりませんけども、カスタムを行って最後にリバリー職人様からあるリバリーをお借りして楽しんでいこうと思います。それでは早速やっていきましょう。まずはカスタムへ。さあ、ということで、これカスタムできるんでしょうか。エンジンスワップ、まずできひんのかい。エンジンスワップできひんのかい。はい、できないんだったらいいです。ではカスタムパーツの方を見に行きましょう。まあ、この GT7 の傾向として、アップデートで追加された車というのはすぐにエンジンスワップできないんですよ。はい、なのでカスタムパーツでカスタムしていきたいと思います。ちなみにこれワイドボディにするとボディキット変わるみたいなんで、これ確かめていきましょう。まずこれタイプ A と B ですね。これ覚えておいてください。この後ワイドボディにしますんでね。そしてサイドの方はタイプ A とタイプ B、 こんな感じです。そしてリアなんですけども、タイプ A とタイプ B、 僕だったらタイプ B にしますね。タイプ B で統一すると一番かっこいいんじゃないかと思いますね。 A、B、 そしてカスタム、こんな感じですね。覚えておいてくださいね。では今からワイドボディにしてみたいと思います。よし、ワイドボディにしようぜ。250万円か、安いもんだ。よし、では引っ張ってくれよ。さあ、ワイドボディになりました。これでもう一度カスタム画面に戻りたいと思います。それでは実際に見てみましょう。フロントなんですけども、あー、やっぱちょっと変わってる感はあるのかな。でも僕自身があんまり覚えてないですね。サイドはどうでしょうか。変わってます？あれ、記憶が定かではないですけど、タイプ、あ、変わってますね、変わってますね。やっぱり違いますね、違いますね。タイプ A の方がなんか大人しめでかっこいいですけどね。タイプ B で一度組んでみましょうか。タイプ A で一度組んでみたいと思います。これフロントはこのタイプ B めちゃくちゃかっこいいですけどね。タイプ B、タイプ A だと、でも A の方がおとなしくてかっこいい気はしますけどね。はい、一度 A で組んでみたいと思います。サイドも A で行ってみましょうか。普通にこれ B でも合いますけどね。はい、タイプ A で、リアもタイプ A で、そしてウイングタイプ A で行ってみます。まあ、変えなくてもいいような気するんだけどな。これルーフの部分もあるんで、そうですね、これウイングだけはこのままいきましょうよ。ウイングだけはこのままいきます。はい、これだけで十分かっこよくはなるんですけども、レーシングアイテム、さらにボンネットピンつけますか。これはまあつけなくていいですよね。フック、これもつけなくても大丈夫。ロールケージ、これもつけなくてもいいですね。はい、ではその他ですけども、ライトバルブ見ていきましょう。これはもうやっぱり標準パーツのままじゃないと。イエローもかっこいいですけどね。ウォーム、デイライト、クール、まあ、クールなんかもかっこいいな。これ標準パーツよりもやっぱりクールぐらいが一番かっこいいかもしれない。ちょっとイエローがかってるしね。これにしましょう。はい、ナンバープレート、これはもうランサーエボリューションって書いたやつじゃないとダメですね。はい、これはもうこれじゃないと、これ一択ですよね。リアもね、このね、細長いナンバーかっこいいんですけどね。日本もこれが流行ったらいいんだけど。はい、これです。美しいじゃないね、前棒。さあ、そしてフロントグリルはもちろん、はい、一応カスタマーできますよということですけども、やっぱりここはもうノーマルのままいきましょうかね。はい、ノーマルのままいきます。キャリパーカラーは変えることはできません。いやー、なかなかいいんじゃないですか。では一度内燃機関の方を変えていきたいと思います。それではカスタムできるんでしょうか。おお、いけそうですね。いろいろいけそうですけども、アルティメットカスタマーできるのかな。あ、いけそうですね。アルティメットカスタム、チタンコンロットピストンとカーボンプロペラシャフトを入れることができますと。このあたり一度入れていきたいと思います。で、あとはエクストリームでナイトロシステム、カーボンセラミックブレーキ入れときましょうか。これ入れることによって一番ブレーキ効きますんで良さそうですよね。ブレーキキャリパーの色も変えれますし、あー、このあたりいい感じですね。いろいろフルチューンフルカスタムできそうです。では一度フルチューンフルカスタムしてこの場に帰ってきたいと思います。
それではこのように完了いたしました。排気量はほぼ 2100cc で、車両重量は1107、最高出力は560馬力になりました。これはもうその辺のスーパーカーに匹敵するぐらいの馬力かなと。パワーウェイトレシオはなんと2を切りまして 1.97 ということで、いやー、やっぱり速い車になってきましたね。これエンジン音楽しみですよね。もともとが直列4気筒なので、5000cc とかそんな風にはなりませんけども、おそらく数ヶ月ぐらいしたら、数週間かな、次のアップデートかその次か分かりませんけども、おそらくは最終的にはエンジンスワップができるようになるんじゃないかと思います。そしてタイヤなんですけども、これ同じタイヤを使いたいのでこのまま行きます。そしてここだけね、ワイドにしておきたいと思います。これでだいぶかっこよくなりましたね。面構えがいいですね。やっぱランエボすごいですね。リム幅はこの標準しかないのでここだけワイドになりますけども、これで装着しましょう。かっこよくなったやん。これもうめちゃくちゃかっこよくなったやん。ミラーだけカーボンにしてもいいかもしれんな。これいかがでしょうか。フルチューンフルカスタムによって最高の1台が完成いたしました。ランエボ、いや、いいですね。これどんな音になるんでしょうか。楽しみで仕方ありません。いや、すごいですね。改造費だけで2000万近くいってますからね。エンジンスワップがないだけ数千万かかってませんので、そのあたりでカスタム費用は安くなってますけど、だいぶ高額ですよ。もうこの車を超える金額ですからね。はい、では最後に走るとしまして、まずはこの車ですることといえば、あれで完成させたいと思います。そのあれとはやっぱりリバリー職人様のリバリーをお借りしたいと思います。この車で実現するリバリーといえばもうただ一つしかありません。あのリバリーを今からいただきに参りたいと思います。ということで、私はいつもこちらのキーワードのリバリー職人様にね、リバリーをお借りしてるんですけども、さあ、あるかな？あったよ。はい、こちらですね。ランサーエボリューション9東京ドリフト。こちらの仕様をね、本日頂戴したいと思います。はい、ということで、いいねです。そして、リポストです。はい、ありがとうございます。では、コレクションさせていただきたいと思います。はい、で、ランエボ9の第2弾ということで、ワイルドスピード東京ドリフト仕様にしてみましたと。バイナリにはクロームカラーを入れてあります。しかも図形デカールのみで再現しました。今回ノーマルボディ用ですが、ワイドボディも後日第1弾の車両とともにアップ予定ですということで、ワイドボディの方はぜひお待ちいただければと思います。私ワイドボディにしちゃったので、ちょっとこれどうなるんだろう。できるのかな？できなさそうだな。それでは一度こちらの方をご覧ください。こんな感じですね。デカールのみで再現、その図形のみで再現というのはこれどこのことなんでしょうかね。ちょっと私リバリーのことは正直言うとあんまりわからないので何とも言えないんですけども、このサイドの模様のことかな。これをなんか再現されてるのかな、図形だけで。ちょっとわからないんですけども、はい、一応クオリティが高いということはわかります。はい、ではこちらの車にね、ちょっと変更してみたいと思います。それではリバリーを適用してみました。いかがでしょうか。おお、綺麗ですね。太陽の下で見るとやはり美しい。オーラも違うということで、あれからノーマルボディ用の車もう1台購入しました。もちろんこちらもフルチューンフルカスタムが終わっております。そして私先ほどのワイドボディ化したのはワイドボディ用のパーツを見てみるためですね。そのために2台購入しました。どちらもフルチューンフルカスタムが終わっておりますので、ワイドボディ用キットのこのリバリーが出たら私また購入したいと思います。ということで今からですね、首都高の方を実際に走ってみてどんな音がするのかいろいろと確かめてみたいと思います。いや、かっこいいですね。はい、いや、いいね。やっぱり赤が似合うな。では一度走ってみたいと思います。それでは東京首都高を走ってみたいと思います。やっぱり夜やろ。なんかこの車って夜やろ。では走ってみましょう。いや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 、めちゃくちゃいい音ちゃいます、これ。
めちゃくちゃいい音ですよ。いや、これいい音やわ。これフルチューンフルカスタムして正解ですね。いやー、これかっこええ。しかもこれよ、オーラ満点やわ。これめっちゃかっこいいわ。それではリプレイ見ていきましょうか。このホームストレートちょっと黙っときます。エンジンを聞きましょう。いいやん、これエンジンスワップせずにこの音ですよ。めちゃくちゃいい音しますね。しかもやっぱり夜の首都高がよく似合うわ、この車。そしてアフターファイヤー最高や。そして首都高最高や。絵になるわ。やっぱ GT7 こういうとこいいな。でも対向車とか走ってたらもっと面白いんだけどな、これ。皆さんお疲れ様でした。柵の部屋に帰ってまいりました。お帰りなさい。ということで今日はですね、この東京ドリフト仕様のランエボで首都高を走ってみました。しかしやっぱり思うこと、国産のスポーツカーで東京首都高の街並みを走るとやっぱり最高。日本の街並みがよく似合う。 NSX にしろ GTR にしろ最高じゃないか、このランエボ。いや、もう本当にね、あの名シーンが蘇ってくるようですね。またモノマネシリーズでもやろうかな。はい、ということで今日はですね、リバリー職人様からいただきましたこちらのリバリー、ワイドボディ用が出たら私またワイドボディでも同じく作りたいと思います。まあこういった形でいろんなレースに出ても面白いかもしれませんね。バリバリパンパン言わして走るのが最高じゃないですか。また一本出しのこの太いマフラーたまりませんね。ということでこれからもいろんなリバリーあり次第ご紹介させていただきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。さあ次回は何の車を買って遊びましょうか。そしてまたアップデートもあると思いますので、春休みアップデートがあると思いますので楽しみに待ちたいと思います。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋の作でした。